美味しそうだなと思って買いました。コールドプレスのストレートジュースブラッドオレンジです。これすぐ飲みたい。熱い、お外本当に熱い。美味しい、氷入れて飲みたいぐらい。あ、酸っぱい、苦い、酸っぱい。どうしよう、なんか近いからやっぱりこのエプロンやめようかな。なんか顔怖いって言われそう。ちょっとエプロン変えます。今日はスーパー帰宅後このまま急いで10分作るって感じです。一応10分で簡単にできるものと秋を意識した食材を買ってきました。ちょっと秋はね、美味しそうな食材が多いので本当に簡単になっちゃうかと思うんですけども、ぜひ見ていってください。今日のメニューはこちら、安くて秋の食材を選んで買いました。では早速スタート。お味噌汁のお湯を沸かします。はい、辛くないししとうを焼きます。そしてサバには塩を振って、で2等分に切って皮に切り目を入れます。これはね、ありがたい、ありがたいことに骨抜きのサバです。子供がいるとありがたいですよね。はい、そしたら見えるかな、特に酒を大さじ1入れて、サバを入れて、1分半チンします。そしたらイチジクを剥いていきます。わー、美味しそう、ふわふわ。このこっち向いている逆側にスッと向くとサッと向けます。はい、サバが1分半経ちました。そしたら味付け、もう一度酒大さじ1、そして味噌も、味噌は小さじ1強。
うわー、ちょっとこぼしちゃった。で、砂糖大さじ1。お湯が沸いたのでカットしめじを入れます。で、味噌、酒、砂糖を混ぜて、狭いな、一応サバを別にこっち向けなくてもいいんですけど、なんとなくちょっと皮に塗るようなイメージで味をすり込み、そして生姜でもいいんですけどローリエ、手軽にローリエを入れてまた1分半いちじく、ただイチジクを盛り付けます。はい、あとは豆腐、豆腐切りました。そして味噌、味噌がもうない。味噌を入れたら出来上がりです。こっちも出来上がり、両方出来上がり。あとは盛り付け。あ、さっきピーピー言ってましたね。サバも出来上がり。フライパンで作っても早いと思うんですけどね。はい、味噌でしょ。で、いちじくには生ハム、生ハムイチジク、最高の組み合わせ。はい、そしてカッテージチーズ。カッテージチーズはタンパク質が多くてチーズの中ではヘルシーなのでよく買います。大好き。よし、
ご飯。出ます。あと味噌を溶いて、しめじと豆腐のお味噌汁。そして。はい、もう出来上がりですね。出来上がりました。はい。ししとう。はい。はい。これは醤油。あ、はーい。出来上がり。できました。はい、こんな感じで10分で4品できました。サバの味噌煮、ルクエでレンチンで簡単に作りました。フライパンでやっても10分以内にできそう。あとはししとう、もう味付けは醤油だけで美味しい。あとはもうこの時期絶対食べたくなるチヂク、生ハム、カッテージチーズのサラダ。食べる前にオリーブオイルをかけて食べます。キノコのお味噌汁と玄米、そしておまけにトマトです。10分レシピが頭に入っていると急いで仕事を終えて子供を迎えに行ってスーパー寄って夜ご飯作るっていう時に楽でいいですよね。そういった10分料理を最近再生リストにまとめているのでそちらを貼っておきます。そして祝日子供と楽しめるようなお休みの日のとある一日の食事の動画を貼っておきます。おうち時間が長いのでご飯でも楽しめるといいですよね。そしてチャンネル登録もお願いします。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。